はい、えー、2023年3月28日、えー、午後11時からですね、えー、青沼英治が、ああ、紹介するゼルダの伝説、新作の10分映像が公開されるというので、えー、2時間前からは配信をしてね、気持ちを高めて、正座して待つという、えー、そういうのしようかな、なんていうふうに思ってます。じゃあ、ゼルダの話だけするのかっていうとね、なかなか難しいなぁとは思うし、 やっぱね、正直なんだろうね。あの、まあ、今、その、情報遮断してる人っていうのも <laughs>、すごいいるらしくてさ。<laughs> まあ、まあ、何もわかんないからネタバレがどうのっていうのもないんだけど、ね、こう、こうじゃねえかな、ああじゃねえかなっていうのも、不毛っちゃ不毛なので。うん、だから、僕は今、どういう気持ちでいるかっていうと、不安しかないんだよね。<laughs> こうなってほしいとかはさ。 かあ今来た、来られたっつってね。今日はゼルダの伝説の話をメインにあの話すことなくなったら雑談の方に行こうかなと思うんだけどやっぱり不安だよね。うんその、ブレス・オブ・ザ・ワイルドが好きってなるとさ、そっから外れちゃうとさ、違うわってなるわけだしさ、それをどうやって受け入れるかとかさ、 えー、めっちゃいい絵ですね。そうでしょワイルドリンクですから。ワイルドだろう,うゲットワイルドだろうっうので、ね、絵はいいけどね。僕もいいと思います。なんか、こういうのをコロコロでやってくれるといいなと思いますけど。<laughs> ね、漫画になるとあの人になっちゃうんだろなんとかアキラさんの絵柄になっちゃうからあー。だけど。ね、こういうのでゼルダの漫画見たいよね。 あまあ、遊ぶまで不安。あと45日です。ゼルダまで。早いね。あっちうまいぞ。まあ、僕はもう予約をしてね、えー、買えるようにはなってるんですけど、えー、買うところが、その5月までちゃんとゲームショップやってってくれれば、そこで買う予定です。<laughs> えーうん ねえ何にもわからない状態だから、うん、今までのテイザーを見直してさ、うんねうん、その遊ぶかどうかってやつとさその舞台は同じハイラルなわけですよ。<noise> ってことはブレワイのマップもう一回遊ぶの、ね、散,々散々あんなに歩いたところ遊ぶのいや違うだろう。 そこに追加されてるね、空に浮かんでる遺跡であるとか、なんかね、あの、車運転するとか, <laughs> ああだかど、どうなるんだろうな。ハイラルの大地はさ、あ大地、えー、まあ地上ですよね。だから、前作は地上をメインに探索して、そこにある120の祠を巡って、 えー、最後の城にいるカノン倒すっていうようなどっから進めてもいいですよっていうようなゲームなんだそしてその箱庭的なそのハイラルの台地はあっち行ったりこっち行ったり、うん、っていうことをして楽しむゲームだったんですがだから探索自体がその楽しかったわけだよ地上の探索ゲームがさて で、まあ、その、ポリゴンモデルであったりとか、まあ、敵キャラがこう、継続したりとかする中で、じゃあ、ブレス・オブ・ザ・ワイルドに足りなかったものってなんだろうってさ、思うわけ、うん、まあ、思い浮かぶのは敵キャラの数かな。どこまで行っても、ボコブリンと、モリブリンと、ああ、 あと骨になったやつと、あチュッチュッとあらい、コウモリぐらいしかいなかったわけですけど、あとガーディアンがね。だか、えー、ら追加されるとしたらここでしょステージの数を追加して敵を追加する。だけど、7年かけて、あとやらなきゃいけないのズルさせないってことかな ?BTB ができなくなるんだろうなとは思うんですが。 それぐらいしか思いつかなくてさ、それで、えー、ね、まあ僕より頭のいい人が作ってますから大丈夫だと思うんだけど、でもやっぱ不安なんだよね。遊ぶまで。<laughs> 実際手に取って遊ぶまで不安だし、だけどもう発売まで2ヶ月切ったわけでもう、その発売に合わせてカードリッジの発売に合わせて工場ではもう ロムに焼いてると思うんだよね、えー、だからもう,もう後戻りできませんよって。て後も宣伝するだけですよってなってる中で。まあでも当日アップデートとかやっぱあんのかな。発売した初日にかまされるアップデート。あー不安ですね、うん。よりよく遊ぶためにね。それがあんのかなとかさ。ねえ。 な何が遊べるんだろうすごいね。ここまで秘匿されてるのもさすがって思うし、うん。任天堂の、その何、何情報の、こう、管理能力はさすがだと思うんですが、うーん。これ、どうなるんでしょうねって思ったりしてます。で、まあ、ここから4月に入ると僕はゼルダの伝説、もう一回ブレワイ遊んだりとか、 あー2時間ぐらいゼルダの絵ばっかり描くという配信になっていくと思うんですけど怖いね怖いなと思ったりいたしますというわけでえっ、ー、とゼルダまあこのこの今回のあの何ていうか仮面ライダーの話もちょっと入ってるけど <laughs> あのー、ゼルダさんさあのう、ー、ん その見た目としてさ、その今回のそのブレスオブザワ e ルドと同じ方式とビジュアルイメージで、えー、新作が来るというか続編が来るわけですけど、うん、リンクの遍歴ですよね。見た目に対してのチェンジっていうのが結構あって、えー、例えば1998年から2002年までだと、4年という年月で、 時岡のイメージはムジュラの仮面で払拭されるわけですよね。んで、そこから風タクが生まれ、で、風のタクトっていうのは、うんうん、スカイウォードソードが出てるーーゲームとまた別で、あのー、3DS とかで大地の汽笛なんかが出てたりとかしたので、実は一番長いのはカートゥーンリンクの2002年から、 2011年までの9年間、えー、リンクというのはカートゥーンリンクのイメージで来てたというか、まあ、同時で、同時並行的に2つのリンクが存在してたということになるんだけど、うそれが2017年、ブレワイの発表で、えー、ガラッと変わったそのゼルダのイメージになってんだよねと思ってさ。 こ,このまんま、このまんま、キングダムが売れたらこのイメージのまんまでいくのか、それとも、時岡みたいに2作品で、1回またこのリンクのイメージをどっかで変えていくのか、そして青沼プロデューサーがウィキペディアで調べたら、今年60歳だっつうからさ、あの <laughs>、60歳か、そうかと思って。 うじゃあ今回が青沼さん最後のブレワイになるんじゃないかなと思ったりとかしてさう、じゃあそれに込めるのは何かなと思ったりとかするわけです。ね。60歳ったらもう大体定年の年でもあるし。で、その後に仕えてる、おそらくこれからプロデューサーとしてゼルダを、ね、任されるであろう。そうそうそう、藤林さん51歳なんですよ。あの だから、もうバトンタッチしないといけないんでしょ。で、バトンタッチされたら、あと10年しか藤林さんはゼルダのプロデューサーできないことにもなるし <laughs>。いや、まあ、そもそも、2006年のトワイライトプリンセスまで、宮本さんがプロデューサーで、青沼さんがプロデューサーやってたのは、スカイウォードソードからだから、数えて4作なんですね。プロデューサーとして仕事をしてたのは。あの、ディレクターとしては時岡からやってんだけど。 あまあ、継承という形では宮、宮本茂、宮本茂70歳だってあな。思ったより若かったっていうのもあるんだけど。いやー、舌が詰まってんなと思ったりもしますけどあー。すごいね、と思ったりしますね。で、何を任せられるかっていうと、やっぱ販売本数で。うんとりあえず2023年現在。 えー、ブレス・オブ・ザ・ワイルド単体での売り上げが全世界で2900万本になってます。で、そのうちの320万本が日本国内での販売本数となってます。ダウンロードも含めての販売本数、ねえー、になってるんだけど、全体で考えると、全世界で考えると、ゼルダの伝説は、あの90%は海外で売れているっていう、この、 漢字も含めてね。えーまあ、日本でミリオン飛ばすのだって今は難しい時代だから。で、ちなみに集まれ動物の森が4000万本で、マリオカートが一番売れてんのびっくりしたね。5000万本だって。えー、だから、今回のティアーズオブキングダムが何万本売れることを目標に作られているのか。 7年かけて作ったものが回収できる売り上げ、えー、かけたスタッフでね、黒字にならなきゃいけないわけだから、それがプロデューサーのこう手腕が問われるわけですよ。まあ大体その、うん、こんなもんは、あの、制作費の半分広告に回せば大体いい売れるんだけど、あのね、何万本売るつもりなんだろう。初週 初週何万本売るつもりでこのゲーム作ってるのか。っていうか、売らなきゃいけないので、青沼さん大変だろうなんて <laughs>。ね、もう7年ですから。2017年から、あ、6年か。ごめんごめん。ね、3月からうん6年この開発として時間を取られてる中でさ、みんな、うんみんな遊びたい。 どんなゲームか知りたいって言って、わーって集まって買うとは思うんだけど、ねあつ森より売れてないんだってうのもびっ,びっくりしますけどね。つ森はコロナ禍もあって、えー、こう、ブーストがかかった部分もあるんだけど、実はスマブラより100万本売れてないっいうのもあって。藤林の後は、あー、滝沢さんはだってあの人は違うだろう。あ,あの人はほら、アートディレクションの方やってるから、ゲームには一切、 手、口出さないというか、人だから、あの人はアートディレクターでいいんじゃないかなと思うんですけど。<laughs> 確かに顔が知られてるからね。うん一応、だからその、ブレワイはさ、青沼さんがプロデューサーで、えー、スーパーバイザーとして宮本さんが入ってて、で、4人のディレクターにそれぞれ任せるっていう形で、あ違うわ、ディレクターが2人か。 で、えー、あと、ゲームデザインの人がいるから、んまあ、その辺がどうなるのかな、ってやつですけど、うん。ってことは、今のプランナーかなうん、若手育てるっつうんだったら、割と、40代層が抜けて、30代から教育して、次のディレクターに抜擢とかプロデューサーいきなり任せるとかっていう方法もあるよな、と思ったりしますけど、ね。 だから、あとはニンテンドーのゲーム、ゼルダも含めて、もうね、日本でもファンはいるけどうん、どれだけ買う、買うんだろうかっていうのとかね。そのコンシューマーゲーム自体が、もう買う年齢層がどんどん上がってるっていうのもあるので、今回どれだけ、まあまあでも前、前作のブレワイが売れたので、売れるとは思うんですけど、いや そら、白髪にもなるよね、なんていうふうには思います。いや、驚異的ですよ。2900万本ですからー。どうなんだろう。日本で320万本売れたっていうのは、記録としてはやっぱすごいのかな。あー、しまった、厚つ森も調べとけばよかった。日本だけでどれだけ売れたのか知らないんだ。あと、スプラトゥーンとかね。一応、ニンテンドーの中での1位がマリオカートなので、 うん、えっ、ー、と、だから、ブレワイは4位なんですね。ニンテンドーのその発売したゲームの中で。それよりスプラトゥーンはちょっと数字いってなかったりとかするんで。うん、ねえ、どうなるのかなって。で、よくしよう。よ、良いゲームが売れるっていうわけでもないので。まあ、これからどんどんキャンペーンされていくんだと思うんですけどね。 いいやーって思いますまあでもそのどんなものでもそうなんだけど前作が売れてれば次の作品もその面白いよって言われたゲームが次の作品も売れるようにはなってるのでただどうなんだろうな <laughs> 数字が途方もないからねああのどれぐらい売れると思うみたいな ゲスな話になるけど、一応、一応、6年かけて2900万も売れてる、まあ、それも驚異的な話ではあるんですよ、口コミでずっと、ね、3年やってなかった人が急に、ゼルダ面白いよっつってやってみようかっつって、それ,それでぴょこんと売り上げが上がっていくので、ずっと売れ続けたっていうことでもあるので、うん、すごいなっていう部分ではあるんですけど。 どうなんだろう。この数字と話題性で、えー、今回のティアーズオブキングダムが、えー、みんなに遊べるね、1ヶ月半後に、みんなが遊べるところに届いたとして、う、え、ん、ー。国内500万本とか行くのかなとかね。<laughs> 僕はもう、 不安しかないんだよ。<laughs> なんだろうな。な、なんでこんな僕が、一ユーザーである僕がこんな心配しなきゃいけないのかなと思うんだけど。まあでもこれは逆に言うといい兆候というか。あの、あのね、僕はね、ゲームをね、遊ぶ前から超期待するっていうのをあんましないので、あのね、不安があるぐらいがちょうどいいんですよ。だからブレバイ発売するときもやっぱ不安というか、 ね、あの <laughs> いろいろ変えたこのゼルダどうなんていうのでの遊んでみるまでその良さはねわからないわけですからそうねあと不,不満点ブレワイの不満点っつったらやっぱロード時間なのでこれはもう全てのゲームがあの抱える問題でプレステ5しか解決してない問題ではあるんですけど ロード時間は同じスイッチで遊ぶのでさ僕祠に入るときあの10秒待たされるのが嫌だったんだよあれがシームレスになってたらすげえよなと思うはい何ブレワイも2014年の頃の映像を見たとき全然期待しなかっただからあれなのよあのねあの僕もその時配信しててゼルダの話聞いたときにその 開発中の映像日が、こう、路線変更でさ、変わったっていうのであの、あの、開発前に戻してくれみたいな声とか聞いてたからさ、あの、ユーザーのね、配信している時にゼルダ好きの人が言ってくれてたのを、今でも覚えてますけど、あの <laughs> うん、まあ、不安ぐらいがあった方がいい。みんなが絶賛して待ってるものほど危険なものはないですから、そっちの方がいいのかもしれないななんていうふうには思うんですけどね。だから、兆候としてはいいっていう <laughs>。<laughs> じゃあ悪口ばっか言ってりゃいいのか、つうと。<laughs> そういうわけでもないんだけど、えー、怖いね。怖いね。今回の、だから僕も、その最新トレーラーのさ、セカンドトレーラーとかあるんだけど、 セカンドトレーラー見て一番最初に思った感想が、そのキャラクターのモーションが、なんかその最初のブレ,ブレス・オブ・ザ・ワイルドのリンクのモーションに比べて、なんかより機械チックになったなというか、うん、な、なんだろうなその。まあそれは驚きがなくなったからかもしれないけど、なんか、 動きが、ちょっともっさりした感があったんだよね。弓を打つモーションであるとか、歩くモーションが。だから、うん、ブレワイより、その、なんだろうね、ずるっこができないようにフレーム数調整したりとかするので、あの、その、操作感として、2フレームか3フレーム、判定期間みたいなのを用意したからなってんのかな、とか。 う思うわけその、丁寧なモーションにはなってんだけど、その分なんか、こう、当てはめました感が強いというか、その、ブレスオブザワイルドのすごい点はさ、その、操作感にすごく思う気を置いて、その、まあ、壁に勝手に捕まるみたいなこともあったんだけど、その、 スティックで動かしてるときに、あの感覚で動かしたもので、自分がちゃんと弓を引いた感であるとか、まあ、敵を攻撃した感であるっていうのを大事にしてたんですよね。だから、その、たくさんあるモーションを瞬時に判断して、そしてゲームとしてその1フレーム、2フレーム、その判定の、の判定を入れちゃうとさ、それだけ遅延,遅延というか、 あの、60分の1秒でしか、うんね、今はもっとあるのか、120フレームの処理もできるようにはなってんだけど、あの、だいたい60分の1。で、ゼルダの伝説は、60フレームのゲームじゃなくて30フレームのゲームだから、うん、その、あの、いろいろズルができないように、その、モーションにさ、あの、フックをつけちゃうとさ、その判定が毎回入っちゃうことになるので、それを、 そのプログラマーね、天才プログラマーたちがさ、こうやれば、あの、計算が早くなるって言って、あの、いろいろ仕込むわけですよ。で、その仕込んでしまうと、その、独特な計算になってしまうわけ。そうすると、BTB みたいなさ、あと、その、空中浮遊みたいなのとかさ、あれが出てしまうわけですよ。 あの、その、モーションをより簡単にしようとかっていうので、普通に遊ぶ分に、こう、バグが出ないように作り上げたものでも、結局その、今回もモノリスの謎技術が入ってるかもしれないですね。えー、もあるので、 ああいうのはやっぱ天才プログラマーがこうやれば動くっていうことをやってるので、ゼル,ゼルダの計算法が本当わかんない。あの <laughs> ゲームの中でなどういう処理してんだろうなって。だそ,そのせいでそのお店屋さんで、ね、悪魔的なバグができたりとかするんだけどさ。それはもう時岡の頃からずっとそうなんだけど。それがないようにした結果、あのもっさりなんじゃねえかって思うから。 ね、普通にゲームのルールを守って遊んでほしいという制作者があれをやってんじゃないかなと思うのでそれ,それは喜ばしいことなんだけどねあでもやっぱちょっと、うん、ファーストファーストじゃないブレワイに比べてティアーズ・オブ・キングダムはモーションがちょっとそのお行儀が良くなってる感じがするんだよね これ,これも遊んでみなきゃわかんないし、どうせまた誰か見つけるんだろうし、<laughs> あのなんかずるっこの仕方、壁抜けたりとかさ、3D ゲームはもう、あれ、ポリゴンの壁なんか抜けるためにできてるようなに、あれはもうき基本仕様がそうだから、ああのね、抜けるようには、どうにかすりゃ抜けれるんだけど、そういうのはやっぱゲームデザインする側としてはさ、がっちり、 そのやらせないむしろその使用にしてしまうとかね、えー、もう今回もなんか床下ポヨーンって抜けるのが PV とかに入ってたりとかありますからね、あのー、あれらもあ、ね、このゼルダ遊ぶ人とに、えーこうね、ち,ゃちゃんとゲームのルール通りに遊んでほしいということなんだろうなと思うんだけどそれをしていくと それをしていくとあれしちゃダメこれしちゃダメとかここ行っちゃダメとかさその、決められたそのどっかね空に浮かんでる城には順番通りに行かなきゃダメとかっていうものになっていくからじゃあ自由度がどれくらいになるのかとかさやっぱ不安になっていくわけですよあとは遊ばせるにはやっぱ順番通りに遊んでもらった方が作る方もそのフラグ管理とか楽だからう ね、で僕はそういうフラグ管理とか嫌いだ,、ね、<laughs> 嫌いだから <laughs>、うん、あの何でも遊べる感のブレワイすごかったなっていうのがあるので今回はそのゲームのルールどう変わるのかとかね、えー、あ物質貫通されるバグを逆にスキルにしてしまう人あれはさファーストトレーラーで見た時びっくりしましたね <laughs> リンクがなんか空の空の城をポコンって抜けてしまうみたいなの <laughs> あれは <laughs> あれは <laughs> あれは, <laughs> あれは <laughs> だからあれを使用にしたってことはズルができなくなってるわけですよ。でズルにできない分だけちょっとそのね決められたフレーム数に判定のプログラムが入っちゃうことになるわけだからあ、あのー、その遊ぶ感覚としてどうなのっていうそのフレーム分犠牲にしていいだけの,そのゲーム性を手に入れられたのかっていうこともさ やっぱりやってみたりしないとわからない部分だから、実際ね。手で触れてみないとわからない部分なので。これなんですよ。これもう不安。これからずっとこの不安と1ヶ月ちょっとくら付き合っていかなきゃいけない。みんなはどうですかもう期待、期待のみでいきますかいやー、まあこれは性格的なもんだから。不安があるけど、なんだかんだ楽しみなので、別にいいやと。 いいね。そういう性格だと楽しくていいなと思いますね。いやぁ、まあ、まあ、そんな感じです。こんな感じで、えっ、ー、と、あと1時間半後にあー、起こるゼルダの伝説の雑談に、えー、突入していくと思いますが、よろしくお願いします。で、今日僕は、まあ、まあ、僕はお絵描きする人だから、まあ、お絵描きという意味でね、今日ちょっと発見したことがあるので、聞いていただいていいですか あの、ティアーズ・オブ・キングダムですね。えっ、ー、と、ゼルダの伝説のこうシリーズにはですね、えー、キーの法則っていうのがあるんだね。あの、<laughs> 本当今日思いついただけでなんだけど、その、今回はと、ね、ティアーズ・オブ・キングダムで、はい、何従来の飛行番号は多分もうできないと、まあ、見つける人は見つけると思うよ。あうん だから今多分修正のパッチみたいなのを多分ニンテンドのプログラマーが発売日に合わせてやってんじゃねえかなとは思ったりします。あの、サブタイトルですね。ゼルダの伝説のサブタイトルには T の付くあのタイトルが結構多いんだ。トワイライトプリンセスとかトライフォース三重視とか、あと風のタクトもそうですね。あのウィンドウタクトなわけですよ。 うん、だから、ブレスオブザワイルドには、まあ、ザがついてるんだけど、あの、大体のタイトルに t がつく。t, t がつく作品は割と本気だっていう。えっ、ー、と、だから、時のオカリナもそうでしょ、うん、あの、オカリナオブタイムだよ。だから、タイムの t が入ってるんですよ。あだから、今回の、うん、<laughs> ゼルダの伝説は、任天堂の本気が見えるタイトルだっていうね。 <laughs> ふうにししてみました逆に言うと、ブレス・オブ・ザ・ワイルドで逆引きしてさ、W の付くタイトルっていうとさ、そんなにないのよ。えー、あの、えっとね、えー、っと、神々のトライ・フォースが、あの、えー、ベトゥィン・ワールズ っていう英語のタイトルで、ワールドのワールドが入ってるのと、ハイラル・ウォーリアーズ・レジェンズっていう、あのハイラル・オールスターズですね、日本だと。そこにウォーリアーズの W が入ってる3作品しかなくてさ、あの意外にね、T の方が多いの。<laughs> あ、これはなんだ、意外とその、なんでティアーズ・オブ・キングナムなんだろうっていうので言うと、 なんだろうあの、ほら、宮崎駿の作品には脳がつくとかっていう、もののけ姫とか風の谷に脳とっつってさ、なんか脳を験担ぎにしてるのみたいな感じで、もしかして t がゼルダにおける、そのサブタイトルの法則なんじゃねえか。あ、ムジュラはね、マスクオブムジュラで mm なんですよ。あの逆さまにすると w なんですよ。あの <laughs>、これ mom ですね。 だからむむむ逆に言うと、M がついてるタイトル、そこにしかないんですけど、あのあのだから、だから、時岡シリーズはあれで終わって、そのタクトに行ったんじゃねえかっていうふうにも、うん、読み取れるわけで。あこ,れこれ面白いなと思いましたね。意外に T が重宝されてる。 これ誰も見つけてないぞと思ったので <laughs>、今日話そうと思いましたあ。あとはまあ、そうね、ブレワイから見た目が変わったっていうことと、まあ、カートゥーンリンクもあったんですけど、トワイライトプリンセスとスカイウォードソードの見た目の違いっていうのであの、デフォルメの方向が違うっていうのと、スカイウォードソードのあのまとまった感というか、 そのどこにも無理してる感がないのが、実はスカイウォード・ソードの,、うん、あのデザインの特徴で、スカイウォード・ソードじゃねえや、トワイライト・プリンセスのキャラクターってみんなこう、どっかにこう、解放していく、このう動きがあるのね、収束する絵じゃなくて、全部がこう、上に向かって開いていく絵なんですよ。これがちょっと面白くって。 えーまあ、今回のブレワイはどうかっていう話なんですけど、まあ、ブレワイはちょっと抑え気味かなと思ったんですがうんあ、こんな特徴あったんだと思って。で、海外の人すごいトワイプリ好きだっつうけど、こういうのもなんか計算して作られてんのかななんていうふうにちょっと思いました。いま、ね、だに、いまだにあの時岡リンクの絵柄で、ブレワイのファンアートとか海外の人の見たりするとさ、 あのトワイライト・プリンセスの絵柄のまんま継承してゼルダといえば俺たちはこれなんだっていうので一派がいるんだよね。<laughs> ブレワイをトワプリの絵柄で描く一派がいてなんでだろうと思ってたけどやっぱその向,向こうの人に響く、うん、もしくはこう 感情に訴える絵っていうのはその、人間をそのまんま収まりよく描いたものではなくて、どこかしら誇張した、まあこれ、ポケモンにも通じたりとかするんですけど、あの、うん、多分ポケモンが受けたのも、この外に広がる絵柄っていうのが非常にあったのかなっていうふうに思います。逆に言うと、まあ、トワプリの絵柄じゃなくて、スカオの絵柄が好きだっていうのとか、ファイは俺の嫁だっていう。 時岡の絵って今村だっけ今村さんがちょっと僕わからない。あの、よいしょ。今村さん調べていいですか今村さんって誰今村隆夫。ゲームクリエイター。キャラクターデザインで苦労したのはゼルダの伝説。今村隆也さん。 えっと、ニンテンドーに伝めて、スターフォックスシリーズのキャラデザ。そして、ゼルダの伝説、神々のトライフォースオブジェクトデザイン。ムジュラの仮面の、ああムジュラの仮面のアートディレクションだそうです。だから、 時のオカリナではクレジット多分違うんだろう。内部では多分いろいろやったんだろうと思うんですけど、うーん、ムジュラの仮面からですね、この人のキャリアはですね、スターフォックスの方に行きますね。だから時岡には関わってなくて、ムジュラの方みたいですよ。あの、で、ちなみに僕、時のオカリエナのキャラクターデザインとムジュラの仮面のキャラクターデザインで言うと、ムジュラの仮面の あのキャラクターデザインの方が好き僕はあれ女の人描いてると思ってたけど違うんだね。なんか丸みが出て、えー、あ,あれですけど、うん、違ってるんだって。時岡は多分あ,あっちの方ですよ。た滝沢さんですよ。 が多分メインで引っ張ってるやつであ、その描き方を継承して、あのー、よりまとまった絵にしたのが多分今村さんで。で、それ以降は、その、えっ、ー、と、スターフォックスの方に行ってますね。えー、一応、一応そういう風になってるみたい。F0 の、あのー、あれ、キャラクター、ファルコンとか考えたのは今村さんみたい。はい。そう、そうみたいですね。 あまあでも多分、うん、いろいろ中でちょっとしたものとかクレジットには乗らないけど、このキャラのこ、この眉毛の部分だけ直したとか、そういう細かいことはやってるかもしれないですね。うん、一応ゼルダは滝沢さんの方が。 あーずーっとやってる感じです。ただ本人が書くんじゃなくて、その世界観とか統一するためにリーダーとして滝沢さんがいてあー、その下にいるそのデザイナーたちが10人ぐらいいて、それを集めて統括するって方が滝沢さんの仕事に今なってるので、滝沢さん本人の絵っていうのは、今あんま見ることないんじゃないかなと思いますけど。なんかでもちょっと気づいちゃってさ、スカオはね、その、 あの色がすごいカラフルでパステルカラーでさあの融和してるようなほんわかしたイメージなんだけど実はキャラクターのデザインはきっちりとこうねあの中に中に内側に入るようなそのせ線というかキャラクターが全部こう、うん、そのなんつうかな、まあ、あの閉じ込められてる感じがする。あの あの、デフォルメがそんなに入ってないというか、うん、そういうデザインになってて面白いなぁなんていうふうに思いました。ちなみにブレワイもこの圧がかかってる感じのデザインなんだけど、あのうん、こ,のこの辺がねな、なんだろうね、まあ、時代の流れとかもあるんだろうなと思うんですけど、うん、ちょっと面白い。 t の法則でね、トワプリからこう、トワプリとか、オカリナオブタイムから t、t、t がサブタイトルによく入るっていう法則と、えー、<laughs> 絵柄の違いの話でした。えーちょ、ちょっとでもやっぱこの2作品の瞑想じゃないけどさこ、この、この絵柄って1作品だけのタイトルだから、スカイウォードソードも、その、あのトワイライトプリンセスもその、 ゼルダのイメージというものを一旦ここで1作品で1つのカラーというのを打ち出してるのでうんちょっと面白いなと思いますねだから逆に言うとブレワイがさこのキングダムで続編になるってことはさ時系,時系列というか時間としてのそのインクの存在パターンが今のところ4パターンか5パターンあるんだけどブレワイが 2, 2作連続で 同じキャ,キャラのモデルでやるっていう方がむ,むしろこれは今となってはちょっと珍しいのかなというふうに思いますね、はい。風のタクトの絵柄って昔の東映アニメーションの影響を受けてるよね。うん、僕はあのなんだっけあのあのあの,あの肌が黒くてさ 切り絵になってるやつですので、うん、その頃の東映アニメーションでしょ、もしくは昔の NHK でやってたあの影絵の子供向け番組のあ,あれですよね。そ,それはあのムービーシーンなんかにもそうなってますけど、何つったっけ、えーと、日本の版画家で、えー、もちもちの木とか、あの,ああの人名前何つったっけ、えっ、ーえー、と、 もちもちの木のあの絵の感じね。えー、これでいいのかなどっちだこの人か。えー、滝大平二郎ですね、えー。二郎とか。あの辺から来てんだろうなと思います。 一応、雑誌のインタビューなんかでは、あの宮本さんがそのゼルダのイメージが固まってきすぎちゃったので、えー、一回変えることにしたっていうね、と時岡のイメージもね、あの引っ張りすぎてはいかんというので、より子供向けにしようという,こという意味で、そのリンクの投資を縮めたっていうふうには言ってますね。うん まあこれこれもある意味にちょっと日本文化っぽくもあるよなとは思うんですけどだから任天堂はこの路線でさその大人向けゼルダを WiiU とかで出してる大人向けというかちょっと年齢層の高い向けにトアプリとかスカを出しながら 3DS とか DS で そのこのカートゥーンリンクをずっと主役にしてやってましたからね。だから、やっぱビジュアルで見ても面白いなぁとは思います。まあ、最終的には任天堂っぽいカラーになるんですけど。で、ちなみに僕、風たくから始まるこのカートゥーンリンクは実は遊んでないので <laughs> あの、あの、その、 あの制作者の名前をチェックしたりとかするので、エンディングだけ見たりとかっていう、エンディングのムービーだけ見たりとかっていうことはし,てしたんだけど、実は風たくから、これ、僕が遊んでないリンクなんですね。えー、この方面のリンク、全然遊んでない。トワプリとスカイウォードソードは遊,遊んだんですけど、ブレス・オブ・ザ・ワイルド、遊んだ後に遊んだんですけど、まだ遊べてない。<laughs> いつ遊ぼうかなとは思いますけどね。だから多分そのムービーシーンとかで多分この影の演出とか多分入ってたと思いますね。ニンテンドーはあのヨシーアイランドとかでも割とこ,この辺の路線は使ってきますよね。なんかそんな感じがあるなぁというふうに思いました。さて、話すことだけなってきたんです <laughs> なんか書きましょうか。ね。 なんか書きながらこれ書いてっつうのがあればいろいろ書くかもしれないしどうせ今回もまた「ゼルダ姫」序盤だけ出てきてあといなくなるんだろうとか思うんですけどうーんどうなんだろうね一緒に冒険させてくれないよねそれはもう絶対やらせないのかな あとこ、今回は、ミファーとかはもう完全にいないものとしてあるわけだから、その、新キャラ出す、そう、新キャラ情報とか全くないんですよ。シンクルお願いします。ねあの、僕はあれ持ってますよ。チンクルのバルーンファイト持ってますよ。<laughs> いつ遊ぶんだろうって思ってますけど。よ <laughs> じゃ 中古屋さんで見つけたので、あの、あれでしたけど。ねえ。チンクルはひどいよね。なんだろう。<笑><笑>あ,あすいません。いや、なんだろうな、これ。チンクルさんってさ、あの、嫌な感じのする顔の人だからさ。 これを任天堂の人はなんで入れるんだろうって <laughs>。お遊びにしたってさ、その、こんな愛されないキャラクターはないわけですよ。体型もなんかおじさんっぽいしさあの。いつも不思議ですね。このチンクルってなんで入ってるんだろうって <laughs>。あ、ルッピーランドというゲームもある。そうそう。なんかゲームボーイアドバンスとか、あの辺の時代にね。 なぜかあのチンクル押しで変なゲームとかあいろんなゲームにこうそのゲストで出たりとかっていう <laughs> なんでこんな嬉しくないおじさん描くんだろうっていう一応ブレワイにもその着せ替えありましたけどあの着せ替えだけで抑えてたのがちょっとブレワイ売れた理由なんじゃねえかなとも思いますけどね。 チンクルって人気あるんですかあの、まあ、テリーが出てきてたから、もしかしたら、ティアーズにはチンクルが <laughs> いるかもしれないん <laughs> チンクルって出番はいつ頃からあの、ムジュラの仮面からだっけチンクルって。チンクルって調べると。えー これは、いつから出始めたのチンクルって。で、僕、眉毛がゴルゴみたいな髪だ、眉毛だと思ったら、チンクルは三角なの、ね。こういう人らしい。モデルとかいるのかな、ねえ えっと、これのデザインが、えっ、ー、と、今村さん、<laughs> むじゃあ、無ら。<laughs> む事らからじゃねえか。ありがとうございます。これ、今村さんが作ったんだって。<laughs> えっと、今日コメントする人は、チンクル今村さんが好きなんだね。えー、今村、高谷さんが作った。 いやーえー、もぎたてチンクルのバラ色ルッピーランド。色づきチンクルの恋のバルン、ああ、そう、僕持ってるのは多分この色づきチンクルの恋のバルントリップですね。えー、ムジュラが初だそうです。よくまあ、こんな嫌な、嫌なキャラクターを。 まあでも、任天堂はなんかそういうの仕込みますし、そのトワイライト・プリンセスなんかもね、そのなんか郵便屋さんのやつとか、あのー、ありましたからね。あれ、変な、変な感じだもんね。はい。こういう感じです こういう変なキャラクターを求めるのかな、うん、今村さんは似顔絵でも有名。ちょうどいいんだろうねその、うん。なかなか、なかなかないからね。今は本当にその絵柄がすごい美少女寄りになるから、うん、こういうのはなかなか難しいだろうなと思いますけど。今村さんで。 これで探すの楽しそうだね。あれ違う、これ、ニンテンドーこの前やめた人じゃん。ああ、はいはい。ね、あの、ニンテンドやめてすぐ4コマ漫画とかツイッターに上げた人ね。顔でわかった <laughs>。<laughs> えっと、そうだ、もう今この人ニンテンドやめちゃったんだよね、えー。無事退社になりました、つって。そうそうそう,そう。 退社した後よく4コマ漫画見に行ってましたよ。今はだから、あまた違うところでお呼ばれしてなんかやってたりとかするのかもしれないね。あありがとうございます。わかった。今 Twitter やってらっしゃいますよね。この人は <laughs> この、まあ、F0 のファルコンもすごいし、あのー、 ファイヤーなんとかの乗ってる、あ、やつとかも全部すごいもんね。最後に、ニンテンドに探したのは戦車、ドカポンかなんかですかね。戦車のゲームだった。えーうん、じゃあやっぱりね有、有能な人だったんでしょうね。 まあでも、任天堂の、その、ビジュアルのチームの人は、うんと、今回のブレワイなんかのね、資料集とか見ると、よりすごいなって思いますけど。何でも書けんのね、あの人たちね <laughs>。あれはちょっとすごいな。 あとは、その、やっぱ、日本だけで売るんだったらもっと、その、ね、日本人好みの顔つきにするんだろうけど、世界で売るために、ね、すごい愛の子みたいなのとか。だから、あの、トワイライトプリンセスは、アメコミに寄せてるっちゃアメコミに寄せてるので、あの辺のさじ加減は本当すごいなぁと思います。 アメコミだけどアメコミじゃないみたいな。ねせ、戦略でさ、まずとりあえず日本だけで売ろうってんじゃなくて、最初から世界で売ることを目指す感じとか、すごいねーって思ったりしますね。ねでもこれ、本当に、 本当に序盤にしか、序盤のムービーでしかちょろっとしか出ないんだろうな。あとはまた声だけの出演になるんだろうな、ゼルダ姫っていう <laughs> どうなんですかね。ゼルダ姫は。ねえ、一緒に冒険したいよね。樽持ち上げるように、こう、ゼルダ姫よ,よいしょっていう、あの、時岡であったルト姫運ぶみたいな、あの、ゼルダ姫でやりたいんだけどな。 うん。でもね。で、今回はガノンもね、ミイラで出てきますから、あれが実体化したりもするんだろうしさ。なんか、どうなの本当に、その、一個のゲームで30時間ぐらいで終わるようなゲームと想定して、そんなに、そんなにいろ入れ込めるの あとは、7年待たせたっていう分もあって、いろいろ遊ぶ人にはいろんなものが乗っかりすぎてて、どんなにボリュームのあるゲームにしてもさ、納得がいきませんよっていうふうになるんじゃないの、うん、大丈夫なのなんていうのも思ったりしますね。はい、なんですか、えー。今日、新仮面ライダー、何雲具編放送らしいです。 ん何何の話何前って書いてるかが、ちょっと目が悪くて読めない。何幕前。ああ、なんだ。ああ、そう。仮面ライダーが。ああ、そうすか。あすいません。じゃあ、ちょろっとだけ仮面ライダーの話に、あれしますあの、ここに、あの、ここにちらっと書いてあったやつだけど、 仮面ライダーの,そのー映画は大失敗に終わったっていうので、えー、っとシン・ゴジラの、あのー、興行収入が82億円で、シン・エヴァンゲリオンの興行収入があれ、半年ぐらいずっとロ,ロングランかけてさ、無理やり100億円の売り上げにしたんだけどさ、102億円だったのね。で、えーっと、シン・ウルトラマンが結果的に44億、 稼いだっていう形なんだけど、新仮面ライダーはどうやらこの中で一番そのいかないんじゃないかとあの、50億を予定してたんだけど、えー、とその最初の3日間の興行成績が5億円だったので、で大体こういうのはご祝儀で最初の3日間が一番売り上げが上がって、あとはどんどんこう下がっていくっていう、ねえー、ことになるわけ。 で、そうさせないために、その、えー、映画のプロモーションとして、その、途中でその秘密キャストを出したりとか、あするわけですよ。2週間かけて、あ、放 <laughs> え、えっと、放映はテレビなので上映ですね。えー、上映前から、あ、こけるって言われてたもんね、っていうので、僕はすごいね、今もまだ見てないので、むしろね、 見ない方がいいんじゃねえかって今ゲ、ゲームもゼルダの伝説遊ばない方が永遠に遊ばない方がその存在しないゲーム妄想しながら生きてた方がいいんじゃねえかって思ったりもするんだけど <laughs>、ちょっと新仮面ライダーはそんなのが思ったりしてますね。まあみんなに分かんなくても僕が面白きゃいいなと思うんだけど、どうなんだろうねって、その他の人のレビューとかさ、僕ネタバレ別に気にしないからさ、 あのまあ、見たりとかすると、ね、あんまりいいこと言われてなかったりとかするから、あまあ、心配は心配ですけど、そ,それで今何あの、仮面ライダーがクモオーグとの戦いまでをその宣伝としてね、ここまで見たら面白いからみんな映画館に行くんじゃないかっていうのを上映して、えー、上映から2週間経った今、キャンペーンとしてやってるんだね。いやー 焼け石に水なような気がしますね <laughs> みんなそうやっていろいろ考えたりとか映画館に毎週さ一回見に来てくださいっていうのでさ一週間ごとにそのなんか配る配るおまけみたいなやつをさ一週間ごとに変えるアニメの,その映画とかあるからさそういうので手を返しなおか,いかいやってんだろうけどやっぱり一番でかいのは映画面白かったってみんなが言って口コミでさ あの、みんな見に行こうかっていう風になる面白い映画を作ることなので、えーねえって思ったりしますね。だから、ゼルダは口コミで面白いぞっつって。あそれこそだから、ブレスオブザワイルドは口コミだろう。完全な口コミだろう。あの、キャンペーン、ね、任天堂のキャンペーンと海外ではゼルダは売れるっていう実績で、 やって、日本では逆に言うと、ゼルだとメトロイドは受けないっつってさ、<laughs> あの、いつも苦戦してるわけだけど、その中にやって、今回、ブレスオブザワイルドは、その、ね、発売してから、口コミで、このゲームは、ね、あの、ね、ゲームオブザイヤーも撮ったんだけど、このゲームは今までと違うぞ、とかさ、そのオープンワールドのゲームとして最高峰だ、とかさ、ああいうふうに、オープンエアだっけ え、って言われて、そう、そう、やっぱ、最終的にはその評価だよねお。これはいいゲームだっていうのを誰かが言い始めて、俺もそう思うっていうのの、その、信頼度が上がってゼルダは、ブレイワイは売れたっていう部分があると思うので、その、ニンテンドーン俺はニンテンドー信者じゃないけれど、このゲームは面白いと思うぐらいの、多分、評価はあ受けてると思うんだよね。 になってさ、そんだけ評価をさ、上げてさ、期待値を上げたさ、この、なんだっけ、ティアーズオブキングダムがさ、どうなるんですかっていうのはう怖いよ。そりゃあ怖いっすよ。<laughs> 作った方も怖いと思うし、だってこれ,これで行こうっていう中でさ、その、 こうすりゃみんな受けるんでしょうとかさ、お涙ちょうだい入れたらみんないいんでしょうとかさ、あいうことだけでは作れていかないわけだから。あだから僕,僕はもうなんだろうね、どこ攻めるかもわかんないの、今回。ティアーズオブキングダムがさ、王国の涙が、このゼルダの世界観で、 一度出来上がったハイラルの大地を基本としながら、ブレス・オブ・ザ・ワイルドとなんか違うことができるっていうのは、なんだろう。あのなんかトラクターみたいなさ、4つのなんかタイヤがついてるのブイーンって運転するのは、果たして面白いんだろうか、とかさ。あの <laughs>、リンクに乗り物用意すると、あの、またあの、 あの、トワイライトプリンセスの馬車追っかけるみたいなイベントとかやらされたりとかしないだろうかとかさ、あの、<laughs> やらされるの嫌だから。う <laughs> ーあのでもやっぱちょっと絵としてさ、その、このワイルドリンクと普通の青い服着たリンクがいてさ、どっかでその右手がさ、使えなくなってさ、 この、なんかよくわかんない紋章の入った手になってしまうんでしょうとかさあ、いうのも含めてさ、気になるわ、気になる。気になるんですよ <laughs> っていう、ね、<laughs> のがありますね。本当どうしたらいいんだろうと思いますね。<laughs> どうやったら、この、まあ、遊ぶしかないんだろうけど、答えをね。 ちゃんとした答えが知りたいと思ったら、そりゃ遊ぶしかないんですけど、うどうにかしたいよね <laughs>。こっそり僕だけに売ってくんねえかな、明日そうすると僕、多分、危機として話してみんなに嫌われるんだろうけど。<laughs> いや、あの、大したもんですよ。だって、ね。その 例えば、ゼルダ姫一つ撮ったってさ、6年前はさ、イモトって言われてたんだから。もう今誰もイモトって言わなくなってた。もともとのイモトって人があんまり番組出なくなったっていうのもんだけど。ちゃんと今回のね、第2作のゼルダは、ち,ゃちょっと前にあの補足してますからね。 じゃあ、太いまんまでもいいんですけど。そう、そういうのもちゃんとやってきますんでね。今回でも多分、多分オープニングだけなんだろうな。<laughs> だから、シド王子とかと絡むのかとかさ、何にもないわけじゃん、今回。その、ユンボ防とかさ。ねユンボ防どうなの 今回も伝のね、指導王子とかさ、あと何だっけ、あの白い手羽かうん。手羽とかさ、ちゃんと、ちゃんと出番あるんですかっていうさ。ちょっとユンボーの顔分かんなくないっすけ <laughs> ごめんなさい。 彼らは、ね、仲間として出るのかとか、一切情報がないかな。あと誰だユンボウとシドと、えっ、ー、と、テバと、あれえっ、ー、と、ゴロン族でしょゴロン族で、えっ、ー、と、これなんだっけ 何族っつんだっけミファー。ミファー族じゃなくて <laughs>。えっ<ー>と <laughs>。わかる方からいこう。えっ、ー、と。あれあとんだっけああゲルドゲルドだ。ゲルドと。シーカー族じゃなくて。何族だっけ魚の方があ,ーあー、はい。何ティアキン ティ,アティアキンの世界見ると過去なのか未来なのか。よくは、まあ主人公二人いるしね、ワイルドリンクと普通のね、ブレワイリンクがいらっしゃいますんで、で一応今のところ露出が多いのは、その青い服着たそのブレワイリンクの方が出番が多いから動かすのはあっちなんだろうなと思うんだけど。 ああ、だからあれだその。ゼルダの世界線にあるいろんなゼルダを持ってくるかもしれんああ。ごめん。そうだ。もしかしたらマルチバースになるかもしれない。もう今流行りだからさあの。スパイダーマンマルチバースみたいにいろんな力をさ、借りてきてさ。そのいろんな世界線のあなた一人では勝てないって予告で言ってるから。あのね。 で、その中で最初のネタバレとしてワイルドリンクだけ出されてるけどもしかしたらそれこそいろんなの出てくるかもしれない。そ,そういうのどうみんな好き僕はあんま好きじゃない。えっと、それは <laughs>、そ,<れは笑>それはあんまり好きじゃないんだけどもしかしたらそうなるかもしれないね。えー、っと、何族だっけゲルド族ね。ありがとうございます。 おうおうあのちっちゃい子だ、ちっちゃい子だ。ゲルド族好きなのに、あの王女様の名前忘れちゃうんだね。えっ、ー、と、なんつったっけ。<笑><笑>この人たちが、だから、ティアーズオブキングダムに出るか出ないかっていうさ。もうねえ。 今んとこゼルダとリンクと、あとね、顔が出てないお姫様と、っていうのがあるから、なんか、あな、あなたの力だけでは勝てないっていうのが、ちょっと今引っかかってますね。でも、マルチバースせ世界線っうのは、みんなが交渉しやすいっていうのもあるしあー、ちょっと採用はあんのかなどうかな いやそうすると、あの、鼻のでかいリンクも出てくるわけでしょこの頃のリンクも出てくるわけですよ。ね。これの力も借りながらやる、やるってことでしょで、もしかしたら CDI の、あの、<laughs> すごいな、僕たちの記憶の、あ、ルージュだ。あ、ありがとうございます。 ルージュ様か。ありがとうございます。ね。ね、この,まあ、この子たちと冒険できたらいいよねと思うけど。どうするルージュ様、ちょっと大人になってたら。あの、あのちっこいのが可愛かったのに。<laughs> ユンボーとかがちょっとリーゼント長くなってたらどうするああ、やだな。やだな。なんだろう。なんで、なんで大人にな。シドは大人だからいいけど。テーンも大人だからいいけど。 ユンボウが可愛くなくなってたら嫌だね <laughs>。やばいなぁ。やばいなまあ一応見た目があれだから10年後とかにはなってないんだろうけどね。うん、なんかそんな感じがするなまあこれからどんどん情報が解禁されていくんでしょうけど、おっとあと50分で、えー なるそうですよくよくまあよくまあそこまでダラダラと話すことがあるなと思いますけどじゃあルージュさんはこうかゲルド好きだし 本名、マキアルージュっていうのこれ僕は今初めて初めて知ったマキアルージュっつうんだツンとチンタスンタチャーンタラララン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 ツンとシャンとチンとシャンタララランランタンタラン

くそまあ顔しかねえから服が分かんねえこうかねえいろんなものまたいろんなミニゲームとかやらされんだろうねスケボーのゲームとかねあのんだっけゲルドの町であるなんだっけあのほらあのトドみてえな砂トドみてえな,なんつったっけ <laughs> えーと、何レースって言うんだっけ <laughs> このレースじゃなて <laughs> えーとなっと、なんだっけ <laughs> なんだっけえっと、もういろいろ忘れちゃうね。どうしようもないね。何レースって言うだっけ砂ざらしだ。ごめんなさい。コメントで書いてくれる人がいたら ああ、砂ざらしね。えー、えー、ざらしですよ、ね。とかさ、またいろんなゲームあるんだろうね。だろうぶれわいの一面としてミニゲーム集合体みたいな一面もあるよね。それとかさ、うん今回に入るのかなミニゲームは撤廃されんのかな 一応要望として多いのは、ゼルダの伝説2いうと、やっぱりその神殿巡りみたいなものでさ、七つのでっかい神殿をさ、ちゃんと攻略したいっていう意見がブレワイの頃からあったんだよね。うんなんか、順番通りに巡る神殿がたくさんありそうな、ね。祠らだったけど、その、ブレワイの時はあ。神殿がありそうだよね。 だ今回、今回、11時から、神殿の殿が今、ああ、はいはい、神殿の電これね。神殿、大神殿ありそう。まあこれ、これは上がる部分だろうな。ただ、3D のゼルダのゲームで、神殿系でさ、今までと違うギミックみたいなものって、果たして、 用意できるんだろうか、うん、ああそうそれも思った地下あのー、そのハイラル平原っていうのがあってさまあその地上でも高低差があったわけだでも大体いい山に登る場面が多くてそのぜブレワイにはね洞窟という概念がないから地下がなかったんですよでその一応構造としてはさ うん、PV で見る限り洞窟探検ありそうだし、うん、空と。だから一応3階層あるんだろう、ね、んっていうのは見て取れるから地下は当然あるんじゃないかなと思うんですが、えー、今まではここがあのあのそのいわゆる祠に入るって言ったってあるブイーンって地下に降りてるわけだけどそこが労働時間で、えー、シームレスじゃなかったんですよ。うん、だかららこここれらを 空からビューってこう飛び降りるところの b v と地下の c ここなんじゃないのと思ったりしますねうん。地下は当然あるでしょう。だから、今まではブレワイはここだけだったわけですよ。だからこ、ここにちゃんと高低差があったわけで、ね、等高線のあるマップで、<laughs> ね、崖登ったりとかしたわけですけど、ね、 だからそこ、そこなのかねその、ハイラルのマップの中に、あちこちに穴とか開けて、で潜れるようにしてんのかな。であれば、まあ、ゲームをプレイする時間で20時間か30時間は、うん、1ダンジョン2時間ぐらいとしてさ、うんまあ、それが12ぐらいあるとして、24時間。 プラス、その、大平原もありつつっていうことになるのかな、なんていうふうには思いますけど。うん、だ追加されるんだな、ね、空と地下ね。空と地下と大神宮。このボリュームと、そして、それを追加した時の、その、ゲームバランスとか、あ <laughs> ねあ、なんだろうな、と思いますね。 思ったんだけど、3回構造をマップにするの大変じゃない僕もそう思う。だから、で、任天堂スイッチの性能自体は上がってないわけだから、その、この大ボリュームを、その、ロード時間とか考えながらさ、それこそ、ブレスオブザワイルド遊んでる時だって、その、いわゆる超スピードで飛んだりとかするとさ、その、マップの読み込みがあったりとかさ、あとゲームやり込んでる人だとわかるけど、その、 ハイラルのマップってさ、簡素なマップ版とさ、その、その、なんだ、自分の周り300メートルぐらいでさ、解像度が上がるようにあれできてんだよね。あの、だから、円形で見えるマップは簡素に作ってんだけど、近づくとだんだんそのポリゴンの読み込みでさ、その、近い順番から解像度が上がっていくっていうことをやってるので、あ,あれだけでもう処理能力的にさ、 たまに任天堂 t e n d Switch 本体が落ちるぐらいになんか、処理が間に合わなくて、落ちてたあのゲームに、この三階層をつけたら、無理なんじゃないっていうさ、次世代機じゃないと無理なんじゃないっていうのはありますけどね。大変なような気はいたしますけど、それをなんとかやってのけたんでしょう。だから発売までこぎつけたんだとは思うんですけど、それの、だからね、 その、見せ方がどうなってるかですよね。ちょっとずつ読み込んできゃいいわけだ。洞窟だってう、ね、真っ暗な洞窟にしといて、その奥の方は後からローディングするとか。あと、PV でも空から飛び降りるとき、一瞬白い萌えが、その、かかるんだよ。こう飛び降りるときに。リンクがこう、手を広げてバーって降りるときに。 こ,こに一瞬だけ霧が全体にわってかかって画面が消えるところがあるのでまあああいうので、うん、だから落下落下するっていうことに対して映像はそのまんま止まらないけど自由度の利かない落下速度の中で読み込んだりとかそういう工夫でやってるんじゃないかなというふうには思うんですけど。 まあその辺はねやってみないと分からない。うん、でこ、今回そういうのがもし実際にその青沼さんが遊んで見せたい部分として、うん、だからゲーム作る人とかゲームプログラムができる人なんかは、あこうこういう処理してるのかまでもしかしたら今回分かるかもしれないですね。気になりますね。 いやね、キャラクターもー。あと、モブキャラとかも引き継いでね、テリーはまた出るのかとかさ。あそれこそ、チンクル出るのかか。<laughs> テリー、テリーがクビになって <laughs>、チンクルが出たりとか、あの、手紙配達人が、その、あのー、復活したりとかさ。 うわあの手紙の配達にあんま好きじゃないんだけど <laughs> あ。あれ人気あるんですかね。僕はよく知らないんだけど。うん、あれとかさ。 広がるなぁ夢が広がって今が多分一番楽しいんだろうな <laughs> っていうそのうんどうしたってどうしたって僕は裏切られたくないからすぐマイナス思考になっちゃうけどうんまあでもねやっぱ楽しみですよ「ゼルダの伝説」あとあと40分ぐらいであれするみたいですよ どうなんだろうどうなんだろうさて、じゃあちょ、ちょっと、あれか、もし話題に困ったらと思ったんで、もう話すことなくなってきたから、今日の雑談的なものをしますか。えー、と、今日の雑談、もうゼルダの話しねえんじゃんっていうことはないんですけど。えっ、ー、と、 岸田総理がウクライナにしゃもじを送ったって言ってさ、それはもう俺たちのことなめてんだろうっ,って言って、ロシアがなんかミサイル撃ったって言ってさ、撃ったんだっけ標的にしただけなんだっけ、えー、がなんかしててさ、しゃもじの威力絶大とかって言ってたりとかしましたね。怖いですね。たかだかしゃもじでって思ったりしますけど。うん。あとなんだっけ、えー、あ、そうだ。昨日、 あの、デイリー山崎で売ってた、藤屋の、なんだっけな、なんとかオールドファッション、うん、ドーナツを買ったんだよね。でも昨日ちょっと具合悪くて食べれなくて。んで、今日いただきました。二ついただいたらもうバターが僕にはもう食べれなくなってんだなと思って、二つ食べたら胸焼けしましたね。美味しかったですけど、その、後で胸焼けするのが分かってるのに、もうこういうの買わない方がいいなって。 ドーナツ食べれなくなくりましたねいや僕ミスタードーナツとか今キャンペーンやってるけど食えなくなったんだなって思いましたえー、っとあとコンビニ関係の話だと,、えー、っとコンビニトラックの配送量というのが燃料が上がっちゃったから今までは1日3回、えー、夜中朝昼の時間帯にお届けしてたとだからその えとお弁当もその消、消費期限みたいなの気にしないで売れてたっていうのがあるんだけど、2回に減っちゃうんだって、朝と昼だけ届けるんだっけ、夜と朝だけなんだっけ、かになっちゃうんだって。だから、あのー、今ね、コンビニがね、お弁当とかね、あの50円引きシールとか貼って売り出してるの見てね、わあ、スーパーみたいと思ったりしましたね。 <laughs> いやまあ今だけかもしんないしさこれからそのコンビニにも値引きシールが貼られるっていう時代になるのかもしんないけどまあそ,そのうちねその計算が立ってさ、えー、そこの地域のコンビニには最大でお弁当これぐらいしかはけないとかっていうので無駄のない配送になるかもしれないんだけど今ちょうどその途中であのコンビニの値引きシールって初めて見たななんていうふうに思いました。 あ,あとね、今朝今朝見たニュースで、その関西空港、この話はちょっと今日だけ絶対したいと思ったんだけど、関西空港で荷物仕分けしてるところが、なんか、一般の,その,あの空港内のところからロングショットで撮れるっていうのねでそれでその荷物の扱いが雑だっ,ってさ、一般市民が怒ってるっていうニュース見たんだけどさ、 あの、もうほん人のやることに対しては要求が高いなと思ったりとかして、そ投げるだろうって思ったりもしたんだよね。あと、まあ今、アマゾンとかの発達でね、みんながそうやってなんか注文してすぐ届いてとかっていうのでさ、その配送業者のマナー求めるけどさ、この人らものすごい低い賃金で働いてんだよなと思ったりとかするから、 その求めるサービスの向上を求めるんだったら当然この人たちにはそれ相応の対価というのもしくはその送料みたいなもので還元されていかないといけないわけででも送料上がるのはお前ら嫌なんだろうとか思ったりとかしてちょっと気分悪かったですねそのあの箱を投げてるのがけしからんみたいなさ。 時間内にいろいろやんなきゃいけないんだから。で、投げられるぐらい軽い荷物なんだろうっていうさ。あの、そういうの嫌なんだね。でもね、見てるだけのお客様な人はさ、そういうのを許せないって言ってるから、その、ああ、こういう人たちは本当にお,お花畑なんだなと思ってさ。だから、例えばこ工場で作られる何かパンであるとか、そういうのも精錬潔白な人が誰もそこにその悪さとかしなかったりとか、 するのを前提で、で、そういうふうにして、う我々のもとに届いてると。今、その商品棚に並んでるものは全部綺麗で清潔なものだって信じて買ってる人が、あ、あのー、いるんだっていうので、なんか、まあ、それをマスコミがそう誘導してるのかもしれないけど、ちょっとこれ嫌だったね。あのー、 そ,そんなに嫌だったら自分で運べばって、<laughs> 自分で買いに行くなり、直接ね、届けたいものをその届けますよっていうサービスにその、安いお金で届いたらいいなと思ってさ、最大限安いところに無理とかを敷いてることとか、今燃料がないですよとかさ、あいうのも、何にも考えないでしょと思ってさ。あの <laughs> 何にも考えないで、その見ただけでさ、その物投げてるやつがいると。けしからんつって、それで私はサービス使えません。他にもサービス業者いっぱいあるから、こういうのでサービスの向上していけばいいって思うんだろうけどさ、あの、今、配送業とかすごい、あれなんですよ。あの、まあ、その、雇う人はたくさん雇いたい。だけど、うん、その、 ね、トラックの運転手とか今確保するのが難しいわけですよ。あーで、値上げしますって言うと、それでもう使いませんとかさあ、ね、回らないわけですよ。それ全部すっ飛ばして、この映像だけ見て、そのね、投げたやつがいるって言ってさ、そんなところに預けられない、まあ、預けなくて結構だと思うんですけど、結果、ね、見えてないところで同じことしてるようなところでもばれてないところに、 あのお願いしますって言うんでしょうなんていうふうに思ってこの辺は何だろうな人間の想像力の欠如とお,お客様根性が染みついているのと、まあ、底辺の仕事というか、ね、肉体労働系の人の苦労なんつうのはもう、ね、見たくもないっていうさ私には気持ちいいそのサービスだけちょうだいっていう人がうたくさんいるんだなと思ってねこれはちょっとね 今日朝のニュースの中であまりにもこの,この、ね、箱を投げてる人がさ悪者にされすぎてて嫌あ、あのー、だなと思った。何だろうな自分がもしこういう仕事をしてたとして絶対にそういうことをしないっていう人だけ石を投げてくださいっていうお前もどうせそうすると誰も見てないって思うところでポイポイ投げるようなタイプの人がその信じらんないとか言ってるから。 あこれどうかなーなんていうふうに思いましたね。えっ、ー、と、ま、あ似たようなじゃないけど、えっ、ー、と、まだいっぱい話すことは楽天詐欺とかインディーゲームとかあるんだけど、えっ、ー、と、インディーゲーム、うん。ゲームの話だからあれなんだけど、あのー、 講談社がやってる、その、インディーゲームをする人にさ、その、200万とかお金を投資して、えー、作ってくださいっていうのがあったわけ。2年前ぐらいかな。で、そっから落沙汰ねえなと思ったら、うん、ようやっと、その、世界一のアクション RPG 作るっていうので、うん、YouTube で、まあ、ある程度再生数が回ってる人が、それ受賞して、うん、あでも落沙汰ないね、なんつってたんだけど、いよいよ、 これがその無料体験版でちょっと遊べるっていうやつを発表したみたいなのね、うわー、かかったけど、一応形になったんだね、すごいねなんて思って、で、そこの宣伝文句で、今までそのあんまりみんなに知られてない情報だったので、元フロムソフトウェアの社員の人が作ったインディーゲームが、今から無料体験版で出ますなんて言って、あこの人、もともとフロムにいた人なんだって。 ね、そこでどれだけのあれ仕事してたかは知らないけどさあのー、それがばらされたんだよねキャンペーン宣伝としてねでインディーゲームで元何々会社っていうのを売り文句にするのはどうかとまあでもね背が辞めた人がねあのお金集めてシェンムー4を作ったりとかさ3だっけ4だっけ作ったりとか コナミ辞めた人がさ、悪魔女っぽい 2D ゲーム、クラウドファンディングで集めて作ったとかさ、結局売るための宣伝要素として、もともとそのプロの会社にいましたよと、有名会社に勤めてましたよと、メイド・イン・アビスの漫画の作者はもともとコナミに勤めてましたよみたいなのが、まあ話題としてはさ、うん、使われるんだろうなと思って。 えー、なんかうわ、それに対してさ、もう喫水のインディーゲーマーは、羨ましいな、つって指くわれてる感じとかさ。結局は、その、なんだろうな、血統主義というか、うん、どっかの会社にいます元ニンテンドー社員が、とかさ、うんあ、のが売り文句になるのは、まあ確かにあんま気分がいいもんじゃないな、なんていうふうには思いました。まあでも、 やっと形になったんだ、つうので、うーん、あ、よかったですね、とは思いましたね。ずっと音沙汰なかったから、このゲームの、なんだ漫画の衰退とと,ともにこん、今度はゲームデザイナーみたいなものに、その出版社が投資をして、新しいモデル作っていこうっていうので、2年ぐらい前から主営社とか混雑社がこういうのやり始めてたんだけど、ようやっと形になったっていうね。 えー、無料体験版が楽しみです。遊ぶかどうかはまた別ですけど。あそんな感じです。何分経った ?10 分しか経ってない <laughs>。ゼルダの話は1時間ちょっとダラダラ全然しててもあれだけど、普通の話するのはこんなに辛いとはね。あとなんか有名 YouTuber が依頼したイラストレーターがトレパクだって騒いでるニュースとかあって。 俺知らねって思う感じとか、あなんか今、ずんだもんっていうのが話題になってるみたいで、東北ずんこの派生なんですかね、うんうん、やってるっていうのがあって、まあそれと AI の話とかはちょっと僕混ざってさ、あの、そのキャラクターとして一つの声で、その声の音階でさ、あの、まあ喋ってくれたり、 えっていうのが初音ミクから続く。ずっと1キャラ1声みたいなやつが今の商売のモデルとしてあるけど、結局その、それはさ、1キャラとして売るから可愛い,い声のバリエーションとしてあるわけで、おっさん声とかじいちゃん声の素材というのがないので、あの、そ、それらがまとまってさ、その、 かわいい声からじいちゃんの声まで出せますよっていうそのテキストを読み上げるツールとか歌うツールっていうのが、うん、出ないもんかななんていうふうに思いましたまあいずれ出るんだろうけどね。AI で声色とかの調整でさこういう声が欲しいっつうとさ勝手に調整して。 出しててくれるっていうさ、今までは原因の調整とかをしなきゃ結構難しいものだったの、そういうの全部任せてて、えーね、1万通りの声が出せますよーなんていうのが、そのうち発売されるのかなーとかさ、でもそれは多分ビジネスモデルとしてはあのいろんなことができますよーっつってさ、そこに付加価値で DLC みたいなものでさ、あのよりじいさんっぽい声が出せる DLC とか、 なんかうね、場面場面に応じての声の抑揚セットみたいなものとかで設けなきゃいけないから、まあモデルとしては難しいのかななんていうのをちょっと思ったりいたしました。えー、あと遊戯王マンチョコと、うん、えっとー、あーそうそう、ツイッターで今日ねなんか、マグニチュード6.1の地震があったって言ってさ、地震大丈夫って言うので、なんかこれで宣伝する人がいるらしいっていうのを見て、 で、どれどれって見てみたら本当にあってびっくりしたんだけど、その、みんながこうグラグラって日本でさ、震度3ぐらいの地震からさ、そのね、地震大丈夫っていうのがトレンドワードに上がるっていうのがあってさ、で、大体まあ地震があったけど僕は無事ですとかっていうのが、あ今までのパターンだった。で、みんなが地震があると SNS で確認するっていうので、そこに見てもらえる。だからこれは宣伝のチャンスだって,って。 地震大丈夫って書いて水着のお姉ちゃんの写真が一枚ペロンって貼り付けられてんだって。<laughs> 僕今まで知らなかったんだけど、どれどれって思ってさ、その地震大丈夫を調べてみたんですよ。そしたら本当にあるのね。女の子の顔だけの写真とか、イケメンの人が白黒画像でさ、決めてる顔の写真とかでさ、地震大丈夫って書いてて。だから そのあと、犬の写真とかさ、可 <laughs> 愛い,い犬の写真とかで、地震大丈夫ってやってる人がいて、ああ、すげえなぁと思ってさ、こういう人は人間のクズなんだろうなぁと思ったりとかして、だから、事件が起こってみんなが見るだろうってところにプラカード持って、ね、その、ワンチャンそこで自分のこと気になってくれる人がね、いてくれたらいいなぁってってさ、ちんどん屋みたいなことやってんの。 ああ、すごいなと思ったりだしました。そういうのって一番いらない人だから、なんかすごい NG とかにされそうな気がするんだけど、それよりも、あ、犬だっつって。地震で気になって SNS 見たけど、可愛い,い犬だっつって、よし、フォローしようってなんのかなと思ったりとかして。<laughs> まあ、それでフォローしたりされたりすると、 その人たちには、ビューアー数というものがついてくるから、まあ、なりふり構わなくなってんな、というので、えー、こんなのが今、世の中にいるんだ、そうです。<laughs> まあね、ゼルダの話題で人釣ってる僕もどうかな、とは思うんですが、えー、まあ、こういうことにならないようにしたいかな、というふうには思いました。さて、どん、どんだけ経った ?15 分しか経ってないんだ。はぁ、そっか。 じゃあ、ゲームの話に戻りますね。あと、お絵描きとか、ちょっとしてれば、11時になるだろう。あのー、今年え、今年の1月ぐらいに発売されたんだっけそのセガのソニックフロンティアってゲームがあってさ、これさ、あのー、ま、あ CM もかっこよかったけど、 なんか聞かなくなったなと思って。これもブレワイっぽいゲームといえば、ブレワイっぽいゲームで。えー、ね、オープンワールドみたいなところにソニックパーンと置いて、そこがハイスピードで駆け回れるよ。とで、配置された中ボスみたいなのた倒してコイン集めていくよ、みたいな。で、世界の謎解いていくよ、みたいなゲームだったけど、これはあん,あんまり聞かなかったね。綺麗な絵だし、もうちょっとセガファンとかが超遊ぶのかなと思ったんだけど、 意外に、どんな、売り上げ的にはいったのかなとかさ、うんうん。僕も最初のその発売当初ぐらいで、そのプロモーションの映像ぐらいしか見なかったんだけど、うん、難しいもんだねと思ったね。これは何が、何が敗因だったんだろうっていう。うん、いや、敗因じゃなく成功してるかもしんないんだけど、うん、同じようなゲームを出しても、うん それだけで売れるとは限らんのですよというなんかあ典型例見た気がして、えー、ちょっとね今日ゼルダの伝説の話をするときにあれソニックフロンティアってどうなんだろうかななんていうのをちょっと思ったりいたしました難しいねニンテンドブランドっていうのも強いんだろうけどさ強いんだろうけどさとはちょっと思ったりいたしましたさてどうしようあと あと40分なんだけど <laughs>。やっぱ2時間ずっとゼルダの話はできないんだね。まあ僕の話すことが楽しみだねって話じゃなくて不安だねって話にしかしないから余計そうなんだろうけど。いやー、しょうがない。僕の性格上どうしたってその嘘で楽しみだねってうことが言えないので。まあでも結果面白きゃいいだけなんだよね。 でもそれは僕が傷つかない準備をしてるってことなんだろうなとは思うんですけどね私は楽しみにしてるのになんでそんな不安無い要素ばっか言うのってことになるかもしれない <laughs> 一旦じゃあここで休みましょうか30分ぐらいだらだらと休んで、えー、11時になったらあちょっと再開してみるっていうね、えー、そんな感じでやってみたいなと思いますじゃあ一旦ここで <laughs> 終わります。ありがとうございました。<laughs>